男子ツアーはプロ4戦目の23歳。片岡直行がプロ初優勝を遂げました。選手会が主催した新規大会ジャパンプレイヤーズ選手権の初代チャンピオンです。優勝賞金1000万円は通常大会と比べると安いのですが、勝つということは大きな意味を持ちます。 年末に行われるツアー最終戦、ゴルフ、日本シリーズの出場を決め、今年の残りすべての大会出場権と翌年からの2年シードを手にしました。片岡に限らず力のある若いプロはたくさんいます。しかし、練習の成果を試合で出すには、経験が大きくものを言います。コロナ禍で、 若手には場数を踏む機会が少ない状況です。練習ではできても、試合になると思い通りに結果を出すのは難しいのです。その一方で、無観客開催は若手プロに有利と言えます。多くの観客の前でプレーするのは、プレッシャーがかかります。そんな重苦しい雰囲気が少なく、 若さから、のびのびと、プレーに集中できるのは、大きいと言えます。日の目を見ないところで頑張ってきた、片岡も、この勝利をきっかけにガラッと変わり、プレーに思い切りの良さが加わるでしょう。さらに、経験不足から自分が信じられない時もありますが、そんな迷いながらのゴルフからも初勝利によって、卒業できます。 若手にはベテランの技術以上の思い切りがあるプロは誰でも最後の一打に迷います。プロテストに受かるか、予選を通るか、そして勝つことができるか、の一打です。状況は様々ですが、その一打の壁を乗り越えなければ、栄冠をつかむことはできません。男子ツアーは技術があれば、 ベテランプロでもスコアを出せます。しかし若いプロには飛距離があって、思い切りの良さはベテランの技術以上のものを引き出します。片岡の優勝は同世代への影響も大きく、これから男子ツアーが楽しみになってきました。海外では小平里氏がウェルズファーゴ選手権で好プレーを見せました。最終日は、 オーバーパーで残念でしたが、11位となり、ようやくモヤモヤが吹っ切れたはずです。プロは浮き沈みがあって、好調な時は長続きしません。悪くなった時にどう立て直すのか、苦しい時期もありますが、それも財産になります。ポイントランクは160位まで上がり、 シード権の125位が見えてきました。いいイメージが出て、勢いに乗って欲しいものです。一方、ホンダルプがタイランドでは、支部のひな子が結果を出せず苦しんでいます。スイング改造から方向性は安定していますが、かつての爆発力が影を潜めています。今のゴルフをどう認めているのかは、 本人しかわかりません。渋野ひな子も壁に当たっています。結果を出すためにどう解決していくのか。現状をしっかり自覚して、どう取り組んでいけばいいのか。渋野ひな子なりに対応していくしかありません。西村優奈が21ランクアップここあやか25位。渋野ひな子26位。 女子世界ランク10日付の女子ゴルフ世界ランキングが発表され。国内女子メジャー、ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップを制した20歳の西村優奈が、前週87位から66位に浮上した。日本勢トップの畑岡奈社は1ランク上げて10位。共に1ランク下げた小こをこ彩香が25位。渋野ひな子が26位。 サロンパスで2位に入った稲見萌音が4ランクアップの28位で日本勢4番手につけ畑岡に続く五輪代表の座を巡攻めぐりせめぎ合いとなっている五輪出場権は海外メジャー全米女子プロ後の6月28日付世界ランクを元にした五輪ランキングで決まり各国地域上位2人が基本で 上位15位まで入れば、最大4人まで出場できる。稲見に続く、日本勢は、鈴木愛が43位、1ランクダウン。いずれも変動がなかった、小祝さくらが53位。上田桃子が64位。山下美優優が65位。トップ3は、1位小人4。2位僕等、僕ひとしひ。 3位、キム・セヨンの韓国勢で。上位は9位まで変わらなかった。米国女子、ツアー、ホンダループがタイランド同制した、アリア、ジュタヌガン、タイが12ランクアップの21位。タイ勢の1番手は、同大会3位だったパティ・タバタナキットの11位、1ランクアップとなっている。次のオーディオビデオでお会いしましょう。